。まず試合の感想からいいですか。試合の感想は、まあ、もっとテイクダウンでレスリングで来るのかなと思ってたんですけど、まあ、相手が多分自分の距離を嫌がって、まあ、詰めてきてくれたんで、あ、これもカウンター入るなと思ったんで、ああいうカウンターを打ちました。9秒間の中でそれを読み取ってそう当てていったってことですか。あれ9秒でした。もうちょっと早かったかなと思ったんですけど、ちょっとキッドさんと並びたかったなっていう、はい、まあそれを読み取りましたね、その9秒間の中で、はい、本当すごい速さでしたねそれ質問じゃないじゃないですか感想です。いや、まあでもやってる自分からすると、まあなんて言うんだろう、まあ、見てるよりはちょっと長く感じてます。だから自分が控室帰って、まあ、再放送見たんですけど、まあ、その時はあ、こんな早かったんだって思いましたね。はいはい、体感と違う。そうそうそう、体感はもうちょっと長かったです、はい、実際マコル選手と対峙してどんな印象を受けましたか。そうですね、まあレスリングで、まあ、タックルをもっともっと打ってくると思ったんで、まあ、威圧感というか、まあ、プレッシャーを、まあ、かけてきて、まあ、なんだろう、かけてきてくれたんで、そんなに、あとカウンターも狙ってたんで、そんなに印象っていうのはないですね。淡々と、なんだろう、自分のやることをやろうと思ってました。はい。あと多分もうちょっと見た、個人的にはすごい見たかったんですけど、はい、いやそれは本当に申し訳ないですしか言えないです、はい、終わった時っていうのはどんな気分でしたか。そうですね、まあ、まあいつも通り勝てたなと思いました。